タワーがフォアボールで出塁という1回の攻防になっています。ボール3狙った、打ってきましたね。打ち上げてピッチャーが取りますか、いや避けて危ない、あーボールが落ちている。それを見てセカンドホースアウト。今のプレーは前田さんどう見ればいいですか。そうですね、スイングにね力ありますから、まあ通常の、うん、あのフライよりもね高く上がるんですよ。そうですか。ですから高校生はね、あれだけのノックでも、あれだけのボールは練習してないですね。そうですか。国士舘高校戦でも相手の野手が取れないという場面がありましたし、甲子園でも清宮の、あの高く上がったフライを取れないということもありましたんだね。そうですね、